京都の語り部、世界を旅する YouTuber 岸です。今日は永観堂の門前を通りましたら、このようなポスターが掲げられておりましたのでご紹介申し上げます。山越阿弥陀様10年ぶりの里帰りと書いてございますが、もみじの盛りの頃ですね、それに合わせて、特別時報展を開催されると、ライトアップも同時にですね、この時期11月の5日の土曜日から12月の4日の日曜日までと、そういったセッティングで、なさるようでございます。それでこちらので、こちらが永観堂の門でございます。永観堂と書かれております。これからお参りさせていただきます。もみじも若干ですが、色づき始めております。永観堂の もみじでございます。この茂みの奥に塔が見えるのがお分かりでしょうか。なんと今日はですね、ラッキーでございまして、本日テラフェス開催中、配管入場無料と公開でございましてですね、私館無料でございます。この辺りのもみじはまだまあそうでございますね。永観堂の中にございます、北条池でございます。中には弁天さんが祀られておりまして、その弁天さんの中のもみじ、若干早く色づいておりまして、これもですね、全て、赤くなるという、そういうシーンをですね想定していただきますと分かるはずでございます。お見事でございます。これが一月もいたしますと、黒山の人だかり、大変な人出になることは間違いございません。先日比叡山の映像の中で市内の金木犀の香りがまだだというふうに申しておりましたけど、やっとですね匂い始めました。しかし金木犀の香りはですね、大変よく漂いましてですね、どこに木があるかですねわからないという、そういう状況でございます。今日はまだその絵をですねご覧いただくわけにはまいりません。それでは一月後になりましたら、ここの永観堂綺麗になってまいりますので、どうかお参りいただきますようにお願いいたします。そして永観堂をですね得てほしいものでございます。